はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、こちらワイヤレスマイクを紹介したいと思います。で、実はね、この動画ね、テイク2なんですね。わけあってテイク2なんです。はい、じゃあね、サクッと紹介させていただきます。今回はこれね、ワイヤレスマイクでクーポンもあります。この動画の説明欄にクーポンコードがあるんでね、利用したい方は利用してください。で、これね、商品なんだけれども、これワイヤレスマイクなんだけれども、これモフモフ式、これモフモフ式とモフモフなしの2タイプがあります。で、先にお値段を言うと、こちらね、このね、モフモフ式のやつが 14,199 円で、モフモフなしの方が 14,180 円ということで、19円、このモフモフ、このモフモフが、これが19円差です、これね。で、これね、お値段が14,199 円なんだけれども、これ、プライム会員だと今、800円割引で、この値段なんだけど、プライム会でない方は14,999円になっております。で、5000円オフのクーポンがあるので、ここから5000円引く と、プライム会員の方は9199円、ね、で、プライム会でない方は9999円となっています。で、視聴者割引がね、確か3000円ぐらいクーポン発行するよって言ってたんで、多分そこからまた値段が安くなると出品者さんは言っておりました。ね、有効期限がね、明日からなんです、実はね。で、これね、まあ、お値段がね、こうなんだけど、 30% オフだ、ごめん、3000円じゃなくて 30% オフね。これがね、明日から18日から5月31日まで 30% オフですよということなんで、まあ、この5000円オフがこれいつまでなのかわからないけど、まあ、おそらく併用して使えるものと思います。で、今回のね、製品なんだけれども、これね、アップグレード品になって、信号は UHF の信号になります。で、最大 50m で、チャンネルは50バンド、ね、あるそうです。 USFCC 標準バンドということです。で、まあ、調整可能なのがね、ボリュームが0から15まで、ね、レベルができるみたいで、周波数は 20Hz から 20kHz まで、ね、で、マイク、付属マイクは全指向のマイクとなっているようです。デジベルスケールはマイナス34デジベル、電源は USB-C で充電ということです。充電時間は3時間、連続使用は5時間使えるそうです。で、Windows 10は不思議な動きをするね、びっくりするね。はい、で、スマートフォンに使えます。 iPhone、ね、12、12 Pro、11 Pro、11、ね、10S Max、10R、8、7、ね、6S、6 Plus と、ね、こうなっております。で、 iPad は Pro、Air、Mini と使えるみたいです。で、 Android はサムスンとかファーウェイとか LG とかね、まあ、いろんなものに対応しているので、使ってみてねっていうことです。で、あとカメラね、カメラにも当然こうやってね、使うことができます。まあ、便利だよね。はい、で、使いやすさ、とにかく自動ペアリングしてくれるので、めちゃめちゃ使いやすいよということが書いてあります。Amazon のページを見ていただければ、この辺はね、じっくりと分かると思います。はい、とにかく売り文句としては、UHF のワイヤレスマイク 50m 届きますよということで、50チャンネルで、ね、調整可能ですよということです。で、バッテリーは 650mAh、 そして全指向性のマイクで、デュアルマイクモードがありますよということになります。はい、で、こんな感じのマイクになります、これね。はい、まあ、イメージとしてはこんな感じのマイクになります。はい、いいでしょうか、こんな感じのマイクになります。はい、こんな感じでね、クリップ式マイクが付いております。で、実はね、いつもだったらオープンボックスと、あと実際に利用して使うんだけれども、実はここにもうね、開封してあるんです。で、これね、日本語のマニュアルもちゃんと付いております。で、袋も付いています。で、このようにね、本体があります。で、
あとね、ピンマイクもちゃんとね、ついてます。全四方のね。で、モフモフもついていて、で、3.5 ミリのピンジャックもちゃんとついてます。で、これが実はね、充電してて、で、試そうかなと思って、で、見ていたんだけども、実はね、技的マーキがなくて、で、まあ、US 基準のマークしか実はないんです。で、マニュアルを見てもなくて、で、本体をどこ見ても、技的認証のマークがないんです。なので、日本国内で使おうかなと思っている方は、技的認証がない商品なので、悪い電波が出たら違法行為になります。で、悪い電波が出なかったら別に捕まることはないです。ね、なんだけれども違法な電波が出る可能性がゼロではないということで、元気なおじいは YouTuber として技的認証のマークがないものを案件紹介で電源を入れて見せるということができないです。これね、で今までだったらこういったものって紹介しないんだよね。なんでかというと日本国内で使えないから。で、そっか、日本国内で使えないんだよねっていうことで、別に国内で使わないで海外旅行に行ったりとかね、まあ今この時期ちょっとあんまりないと思うんだけど、でも日本から離れて使うときに便利だよねっていうことで、まあそういう方は買ってもね、まあ別に支障ないんだろうねっていうね、まあ日本国内ではまあ使うことは おすすめしません、おじいはね。まあそんなわけで、まあこんなものがあるんだよっていうのを、まあ、動画に残し分には、まあ、別にそんなに悪くないんじゃねえのかなと思ってね、おじいもねちょっと考えてたんだよ、さっきね、今まで技的ないと紹介できないよって言って全部跳ねてきたんだけども、でも日本国内で使わなきゃいいんだよねって、確か買う分には自由だよね。だから夢で自分は何でもそうなんだけど、お客様が売ってるものを買う分にはね、趣味に罪にはなりませんよ。ただ違法な電波が出たら罪になるんでしょうっていうことだったんで、だから別に売買自体はそんなに悪いものではないので、なのでこういったものがありますよっていう紹介はね OK なんだなということで、今回は紹介させていただきました。はい、そんなわけで今回は実際にね、オープンボックスをやって、技的認証がないって気がついたので、そこでテイク2になって作り直しです。実際には使えないので、あとはもう皆さんがね判断していただければなと思います。まあ技的認証があったらこんなに便利で使いやすそうなものはないなと思うだけに、ちょっと残念だなと思います。ここら辺もね液晶で、液晶っぽいというかなんかで、ね、カラーでいろいろ出てくるんで、使いやすそうだなと思って、ちょっとおじいもねがっかりしております。はい、そんだけでね、まあそれでも紹介してねってことなんで紹介はさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ、翔世横の下。